キュラコのミュージックチャンネル始まるよ。こんにちは、キュラコです。突然ですが皆さん、 J-POP はお好きですか？耳障りの良い、違うね、もう耳障りの良い歌詞がキャッチーなメロディーに乗って流れてくると聞き入ってしまったり、電車の中でも思わず口ずさんでしまいたくなったりすることってあると思うんですけど、今日はそんな J-POP に関する動画となっております。 J-POP の曲からメロディーを削ぎ落として歌詞だけを朗読してみると、とんでもない事実が判明したんです。ズバリ J-POP のラブソング、歌詞だけ朗読するとめっちゃ怖い。普通に切ないしって思ったそこのあなた、この動画を見てください。1曲目は名曲 HY さんの366日、読みますね。我くらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草のすべてはおかしいでしょう。そう言って笑ってよ。別れているのあなたのことばかり。怖くないですか？いや、わかるんですよ。恋人と別れたけどまだ好きっていうね。いや、すごく切ない歌なのに真面目に朗読すると怖くないですか？怖いくらい覚えてる。この時点でも怖いですよね。そっちがあなたの匂いや仕草や全てを、もうどう越してませんか？おかしいでしょって自覚があるところが余計たちが悪いと。でね、このように J-POP のラブソングは歌詞だけ切り取ると怖いんだと、そういうものが散見されましたので、ちょっともう少し紹介していきたいと思います。今日の動画はだいたいこんな感じです。お次は最近の曲です。最近といっても1、2年前ぐらいかな。オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダー、これも怖いんですよね。いきますよ。グッバイ。すいません。すいません。真面目に朗読します。はい。グッバイ。辛いけど否めない。でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛いや。いやでも甘いな。いやいや。グッバイ。いや。怖くないですか？いや、わかるんですよ。思い人がいるけど、結ばれない運命なんだよって。いや、切ないですよ。でもね、真面目に朗読すると、グッバイとか、辛いけど否めないっていう言葉遣い、癖が強すぎませんか？この歌詞、続きがあるんですよね。いきます。グッバイ。それじゃ僕にとって君は何？答えはわからない。別れたくもないのさ。たった一つ確かなことがあるとするのなら、君は綺麗だ。この曲がリリースされる前に同じことを言ってる男子高校生がいたら、もう女子の間でネタになるレベルですよね。でもまあ、人の行為を笑う方が最低なんですけどね。 Yes, that's exactly what I've been wanting, Boomerang! 女子のみんな、ロマンチックな男子をポエマーオツとか言って笑わないようにしましょうね。はい、では2曲聴いていただきましたが、いかがでしたでしょうか？やっぱりメロディーなしで歌詞だけ朗読すると、やっぱ怖かったでしょ？でもね、私は、そういう歌詞が、そういう怖い歌詞が悪いとか、バカにしたいとか、そういうことが言いたいんじゃないんです。まあ、こういう恥ずかしいフレーズも、メロディーに乗っかることによって、より説得力が増して、多くの人に気持ちが届きやすくなるんじゃないかなって思うんです。まあ、誰しも、こういう恥ずかしい経験とかしてきたことはあると思うんですよね。これからするかもしれないし。で、そういう恥ずかしい経験を言葉にするのって気が引けるじゃないですか。でも、そういう気持ちをメロディーにすることによって、まあ、傷ついた心が癒されるっていうか、
そういう音楽の素晴らしさをこの動画では伝えたかったんです。いや、音楽って偉大ですね。みんなも音楽を楽しみましょう。この君、そこの君、チャンネル登録はお済みかな。約半数の人がチャンネル登録をせずに他でもない私の動画を見ていることはお見通しだ。これからバズり散らかす私を応援していないなんて遅れてる。コメント、グッドボタン、チャンネル登録、 SNS 拡散、じゃんじゃん、よろしくお願いします。